お疲れちゃんです。ラットです。今回もね、暮らしライルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらね、2.6 平均コスト 2.6 の高回転のまあディガー削りですかね、ディガーウォールブレイカー削りデッキを使っていきたいと思うんですけど、まあなんかよくわかんないですね。なんか変なデッキなんですけど、まあこれを使ってマルチね、上位の、方がいるんでね、今日こちらを使いつつ、やっていきたいなと思います。はい、というわけで、まあグラチャレね、グラチャレやりたいんですけど、エリゴレしかいないんで、マルチでね、ちょっと、ここ何日かやっていきたいかなと思います。よろしく。はい、というわけで、皆さんちょっとね、マジでね、もう、いい報告、まあ、僕にとってのいい報告なだけなんですけど、ですね、韓国生活今やってるんですけど、久しぶりにね、じゃんけんで勝ち取って、一人部屋を、私ね、勝ち取りました。もう、これはね、もう、ものすごい、いいことです。いいこと、もう幸せなことですね。これ本当に、一人部屋かって感じなんですけど、ポノスね、今5人の部屋と、フチバヤセンと監督、マネージャーの方、まあ、5人で分かれてるんですけど、僕ら5人の家は、212の部屋でね、その僕ら分かれてて、基本まあ2人か、運が良ければ1人で、毎回ね、じゃんけんで決めてるんですけど、一人部屋ね、久しぶりに使いましたね。これめっちゃくちゃ幸せですよ。これマジで。わかりますかこれ。マジで。ですね。じゃんけんで決めてて、週1でね、クリーニング入るんですよね。部屋のクリーニングが入るんで、よいしょ。その部屋のね、クリーニングごとに、じゃあ部屋を毎回変えようってなって、本当は週1でね、その部屋を分ける予定だったんですよ。なんですけど、これまたね、辛いことにね、初め1ヶ月ぐらいクリーニング来なかったんですよね。なんで、もう初め1ヶ月間、テンゴットがじゃんけん勝ったことによって、テンゴットが1ヶ月間ずっと一人部屋で、その後僕が勝ったんですよ。そしたら、僕の時にはクリーニングが1週間で来るっていうね。地獄ですね。せっかく一人部屋取ったのに、テンゴットは一人部屋1ヶ月間味わったのに、僕はね、1週間で終わる。で、1週間で終わりまして、その次ね、一人部屋コタがね、ゲットしたんですよ。コタがゲットしたことによって、まあコタの時はね、2週間ぐらいあったんですよ。それがまた不平等なことにね、本当に2週間ぐらいあって、で僕、まあ2週間で終わって、それで今回僕だったんですけど、また今回まだね、部屋変わってまだ1日とかじゃないな、もう半日とかかなんですけど、またね、これでもし1週間とかでね、部屋変わるようであれば、もう僕は泣きたいんですね。2人部屋もね、全然、悪いってわけじゃないんですけど、やっぱね、一人だったら楽ですね。まあ、二人部屋も、それは話せるし、全然楽しいし、何も悪い部分はないんですけど、まあ、一人部屋に勝てるものではないよね、ちゅうやつですね。よいしょ。というわけでね、僕はもう、今一人部屋でね、静かに動画撮ってます。いつも二人部屋だったんで、コタの部屋ね、借りに行って、コタの部屋で動画撮ったりしてましたね。よいしょ。はい、というわけで、まあ、1戦目はね、勝ちまして、というわけで、まあ、あとは最近はですね、韓国で、めっちゃ寒くなってますね。まあ、夜に出かけることはあんまないんですけど、まあ、あれか、朝マックによく行くんですよ、僕ら。今も天狗ってにマック行こうって誘われてるんですけど、マックも言われてるんですけど、まあ、マックによく行くんですけど、夜に。まあ、朝が多いですかね、朝4時。朝4時にマック行った時に、基本的にもう温度が9度とかかな。9、8、7度ぐらいかな。っていうぐらい結構寒いですね。寒くなってきちゃいましたね。日本が今どんぐらいになるかもわかんないですけど、多分日本もね、まあ一緒ぐらいかな。東京とかと。東京よりちょっと寒いか一緒ぐらいかなと思いますね。しかも前ね、シーズン1の時に、服を持ってきてたんですけど、全然洗濯めっちゃするから、服がね、そんないらなかったんですよ。あ、またプリン、あはーん、これやってる。そんないらなかったから、今回ね、服はあんま持ってきてないんですよ。長袖とかもね、少しでいいかなって思ってたら、鬼寒くなってきて、もう、結構ピンチですね、本当に。なんかもう、家の中はずっと半袖なんですけど、外出るときに長袖が1着とか2着しかないんで、まあ、ポノスパーカーいつも着てね、みんなでペアルック、なのかみんなで服揃えて、まあ、マック行ったりしてますけど、に寒いですね、なんで。冬は嫌いではないんですけどね。
どうすか、冬。夏よりはですかね、僕は結構汗っかきなんで、汗っかきの人はね、冬の方がいいんじゃないかなと思いますけど、冬派ですね、やっぱ。夏よりはかな。まあ、あんま冬も好きじゃないですけど。結局、春とか秋とかが一番いいよねっていうのは、ありますね、マジで。まあ、寒いけどみたいな。ありますね。はい。ってな感じかな。韓国ね、韓国。何してんのってクロロして、そう、テレビとかが、まあ、あるっちゃあるけど、結局韓国のになっちゃうんで、もうね、YouTube 見るぐらいしかないんですよね、僕らの生きる道は。もう。なんで、YouTube 見るぐらいかな、マジで。クロロして、寝る、飯食う、YouTube 見る。何の YouTube 見るかな。まあ、音楽聞くか、また、なんか有名な人の YouTube を見てますね。バンユンさんとか、テンゴットがね、バンユンさんをめちゃくちゃ見てて、それによってね、みんなね、結構見るように。まあ、言うて、僕、テンゴットが見てるのをみんなで見るみたいな感じかもしれないですけど。まあ、あとは、僕がね、コピさんっていう方の音楽を気に入ってるんで、その方のね、音楽をね、よく聞いてます。もう、まあ、みんなね、もう僕が聞き出したことによってみんなね、ハマっちゃってますからね。よいしょ。あとはみんながね、一緒に生活してるっていうので、みんなの口癖がやっぱ映るっていうのはね、ありますね。いてて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 よいしょ。これ勝てそうですね。あ、ディガー、あ、ボールブレイが奇跡。はい、よいしょ。というわけで左側を無視して、ぽい、もうこれ勝てそうですね。適当になんかこうしとけば。スケバレさえ気をつけたいですね。よいしょ。はい、というわけで、まあ、ですね。韓国生活、あと、でも言ったらもう2週間ぐらいで終わるんですよね。2週間じゃないな。3週間だ。あと3週間で僕らは日本に帰れる。プレイオフが、11月20、ん ?10 月の、まあ、18ぐらいから始まって、18、ただ25ぐらい、26ぐらいにやって、まあ、そこ次第の結果で、11月の初めに試合があるかどうか、くらいな感じで、それ終わったらもう11月のまあ1週間経ったぐらいでね、もう日本に帰れるんでね、日本に帰りたーいっていう、思いがね、めっちゃくちゃありますね。これ相手やったよ、これ相手ウッドサイドだから、ここでこっち側に攻めることによって、もう両方ね、辛い。あ、テスラクロスですね。これウッドが回ったか。あ、回ってない、アイスピでウッドが回ったぐらい。はいはいはい。というわけで日本に帰りたいですね。韓国ね、あ、でも韓国で、めっちゃ美味しい天丼屋見つけたんですよ。てかまあ天丼屋か、ただの天丼屋。だけど、揚げ物は韓国で食うときはないんですよ、僕ら。揚げ物。やっぱ僕らは男にとって揚げ物って大事じゃないですか。とんかつとかね。唐揚げとか食えませんからね、韓国いたら。真面目に。もうね、そういうものが食えるだけでね、幸せなんですよっていうので、天丼屋をね、見つけて、もうそこにめっちゃ通ってますね、みんなで。よく行きます。よく。イカ天とか、ロールカツとか、まあ、エビ天とかがあって、まあ、値段も、なんか、普通ぐらいで、量もね、意外とあって、めちゃくちゃうまいんでね、そこによく通ってますね。それ以外は基本、ふっちゃんご飯ですね。ふっちゃん酢飯がよく出てきますけど、延命したかったな、もう、さすがにこれ5かな。そう、ふっちゃん酢ご飯ね、うまいんですけどね、やっぱ好き嫌いがね、やっぱみんなあるじゃないですか。皆さんありますか、好き嫌い。好き嫌い良くないですよって言われますけど、まあしょうがないんですけど、言っちゃうとね、僕もあって、僕がマジで無理なのが、キノコです、キノコ。キノコ本当に無理なんですよ、キノコ。キノコだけはね、本当にもう、マジで何があっても食えないですね。食感かな、食感と、まあ、雰囲気、まあ、椎茸とかも無理ですし、マジであのまんま、そのまんまキノコも無理ですし、いや、キノコだけはね、本当に無理なんですよ、僕。で、キノコはさすがに韓国生活であんま出てこないんですけど、最近ね、フチバイセンがね、あるものを気に入っちゃってるんですよ。これ。これまたね、ナスなんですよ、それがナス。いや、マジで、ナスを気に入っちゃってんすよ、フチバイセンが。もう料理ね、なんかもう数日に一回、まあ、3日に1回ぐらいはもうナス。あ、ナス。あ、ナスっていうもんね。ナスかいっていう、またナスって感じでね。ちょっとつれえっすね。ナスしか出てこねえっていう。
まあ、あの僕はただナス嫌いだけなんで、それ以外のご飯とかも全然普通にご飯は美味しいんですけどね。なんであの大きい鍋みたいなのにで作ってるんで、内焙煎が。そっからね、あのナスをこうちょっと取らないようにみんなには申し訳ないけど、このナスをちょっと取らないように、肉と野菜の部分だけをこう頑張ってね、ついでますね僕は。ナスだけは勘弁っていう、マジでね、ありますね。ナスだけは本当に、ナスだけは勘弁してくれと、よいしょ、いうところで、なかなかダメージが通らないんですけども、あ、ウッドサイターということは、これにディガーを、起きた、あーくっそ、全然入らんやんけこれ、全然入らんやんけ。あ、待って、トリティニおじさんが頑張ってますね。で、ティーブレーカーがマルチはないですね。マルチがないんで、よいしょ。はしまいプリン、したら、絶対売って今回ってないんで、よいしょ。まあ、ディガー削りですね。こんな感じで。よいしょ。で、このプリンワンチャン延命できそうなんで、よいしょ、来た、耐えて、耐えて、プリンちゃん、あはー、千年先まで、延命、あれみたいなことあったっすよね。忘れたっすけど、みかんさんのね、千年先までかな、なんか延命みたいな、なんかそんなね、かっこいいセリフがあったと思うんですけど、まあ、正直もうここまで来たらディガーで削りたいですね。まあでもなかなかね。お、これコウモリが切る、来た、やべ、取れてん、これ竹取られた瞬間終わるんですよね。これね、やっぱ攻めないといけないんですよね。やっぱ守りつつ攻めることによってね、あの相手に防衛をうまくさせないっていう。あー、まあでもこれウォールブレイカー最強なんで。え、プリンの爆破と、ちょっと待って、ちょっと待って、それは違う、聞いてない、それは違う、うわ待って、いい配合、やばい、それは違うくね、それは違くね、ちょっと待って、これウッドか、どうせ、うわー、うわー、ちょっと待って、これファイブ削りくる、もうこの人はあれです、攻めクロスを置きません。こういうタイプの人は。置くんかい、置くんかい。よいしょ。ウェブ。うわ、やべ、高すぎた。リガ、うわー、くそー、負けたー。なんでー、なんでー、テスラクロスー。まあ、そういうこともありますね。ちょっと、はい、皆さん好き嫌いあるかもしれないんですけどね。無理せずね、やっていきましょう。まあ、できるだけ食べた方がいいですけど。でも、あれですよ。結局、僕、小中学生の時に、もう野菜がまず無理だったんです。野菜、もう、なんでも野菜無理だったんですけど、ピーマンとかもマジで無理、人参とかもマジで無理だったんですけど、結局、年齢ですね。年重ねていくと、僕今もう二十歳なんですけど、マジで13、4とかの時、なんもほぼ、だから、肉しか食えなかった。言ったら、魚も嫌いだし、みたいな。けど、もうなんか今、逆に全然魚も食えるし、あ、まあ刺身はね、まだ僕は苦手なんですけど、まあ若干克服してきてますし、もう、わさびも全然食えるようになったし、なんかね、その、結局嫌いだったものがなんかね、その年、年齢ね、増すごとにね、全然食えるようになってきますんでね、はい、多分安心していいと思いますよ。いずれ多分食えます。はい。まあちょっと努力しないといけないかもしれないですけどね。ピーマンとかも大っ嫌いでしたけど、余裕で食えるようになりましたね。というわけで、こちらね、まあ変なデッキ見つけてきましたっていうわけで、2.6 高回転で、まあネクロとかね、ウィザードとかが多分多いと思うんですよ。トロフィー4000ぐらいかな、多分、マジで。あとエリババとウィザード、レイジ、はい、あたりいると思うんですけど、そこね、プリンセスプラス、あとはね、バルキリーとかスケ。で、この辺でね、もう多分ボコボコにできるんじゃないかな。結構、トロ4000、5000体に、結構適してるデッキなんじゃないかなと思います。というわけで、ぜひね、こちら皆さん使ってみてください。というわけで、これからね、天国とマック行ってきます。では、お疲れ様でした。